ジェームス・グリーンはアメリカ海軍の士官で1848年に鎖国中の日本との交渉に初めて成功した人物とされている。グリーンは1815年3月4日に海軍に入った。1825年には退位。1841年には中佐に昇進した。米北戦争中にはカリフォルニア沿岸で作戦に従事している。その後、 搬送戦闘スループプレブルの艦長となり、中国へと向かった。グリーンの長官、プレブル艦東において、グリーンは、オランダの領事から、1846年6月5日に、エゾチ沖で難破したアメリカ捕鯨船の船員18人が、長崎で牢に入れられていることを聞いた。日本近海のことはほとんど知られておらず、1846年には、戦列艦、 コロンバスと戦闘スループヴィンセンスを率いたジェームズ、ビドル大将が日本との交渉を拒否されたばかりであった。しかしながら、グリーンは東インド艦隊司令官である、デビッド・ガイ・シンガーから長崎に向かうよう命令され、1849年4月17日に到着した。グリーンに与えられた命令は注意深くしかしながら、 断固とした交渉を行うことであった、長崎機構の記録がある、プレブルの公開記録日本側は、プレブルの長崎への侵入を妨害しようとしたが、グリーンは、日本の船の列の間を塗って進み、長崎湾に怒りを下ろした。日本側の脅しにもかかわらず、グリーンは捉えられている船員の解放を要求し、また、米国の軍事介入の可能性をほのめかした。 オランダ省官の手助けもあり、4月26日には、全員が解放され、グリーンの元に送り届けられた。船員たちは、長期の抑留に疲れており、何度か脱走を試みた後に牢に入れられ、そこで何人かが死亡していた。また牢内で自殺したものもあり、自殺後2日間、死体はそのままにされていた。解放された中には、ラナルド・マクドナルドもいたが、彼は、 日本人に英語を教えたいという自身の意思で日本に入国していた。実際、長崎で抑留中に通じ14人に英会話を教えており、日本人に英語を教えた最初のアメリカ人となった。プレブルは香港に戻り、船員たちは1849年12月31日に米国に帰国することができ。 彼らの激しい抑留生活はセンセーションを引き起こした。ただ、日本側の記録は以下のように若干異なっており、またマクドナルドは創服時代批判に習慣されており、日本側の扱いは終始丁寧なものであったという。この公開の後、グリーンは、米国政府に対し、日本を外交交渉によって開国させること、また必要であれば、 強さを見せるべきとの権威を提出した。彼のこの提案はマッシューペリーによる日本海国への道筋をつけることとなった。グリーンは1855年に大佐に昇進した。ありがとうございます。